静かなる防衛の時間です。ようやく台湾へ F-16 の戦闘機の売却が決まりました。決定事項となります。この F-16 は F-16 CD ブロック70最新型となります。これを台湾は66機80億ドル相当かかりますね。8500億円。まあ F3 の開発経費が1兆5000億円ですから、半分と考えればまあ妥当かなと。しかも最新鋭これにより台湾の防衛力はかなり上がると思われます。しかも F-16 の最新型ですから、世界で一番売れてる機体となっています。中国から牽制は来るでしょう。しかし台湾もゆくゆくは独立したいと考えているでしょうから、中国の牽制には応じない見通しです。で、台湾は今潜水艦も作っています。これ自主建造です。通常動力型潜水艦でアメリカの協力を得ています。まあ噂では双竜型に似てるとも言われてますが、いざ作ってみないと分かりません。進水式のその日まで秘密裏に製作されるでしょう。潜水艦プラス空防衛力はかなり上がっていると思われます。防衛力だけじゃないですね。これは日本だけの当てはまる言葉ですから、防衛も攻撃も備わった形となるでしょう。あとは中国との兼ね合いでしょう。アメリカも台湾にはかなり協力的。です。日本も好意的。この潜水艦の視察には日本によく来ていました。しかしアメリカは潜水艦、原子力潜水艦しか今は建造していないので、
通常動力型に関しては日本の方が技術力は上です。そこをどう日本が絡んでいくのか絡まないのか、アメリカ自体でこれを打開できる、ゆくゆく分かってくるでしょう。これから中国の展開が大きく変わろうとしています。注目すべきは台湾海峡と南シナ海、この極東アジア、東南アジア全ての部分でどう構図が変わるのか、来年でどう変わるか、そこがまた試されるというか、中国の出方次第だと思われます。米中貿易戦争などと言われる今激しくやり合っていますが、これは二国間のことで仕方のないことでしょう。大国同士の争いは貿易から変わってくるといつも感じています。あとは領土問題での対立ですね。それにしても F-16 が台湾に納品されることが決まってちょっとほっとしています。しかも中古品でなく最新式の F-16 戦闘機ですから、やはり格段に軍事力は上がるでしょう。日本も協力体制はできているはずですから、あまり大きな声では言えないでしょう。しかし台湾の人々のためなら情報提供など惜しまないと思われます。近くの国にでも大きく違う二つの国もあるもんです。日本も米中台の協力体制を整えていきたいと考えているでしょう。今後第一列島線はかなり重要になってくるものと思われます。中国の空母、あの空母が3隻建造される、3隻目が完成したらすぐにでもやってくるでしょう。その前には軍事力を上げる必要が台湾にもあると米台で考えたんでしょう。
日米タイでの協力を今後も今日のご視聴ありがとうございました。